小倉競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、花を切ったのはモズカッチャン、続いてアエロリッド、この馬も前へ、キングズオブザサン、後ろからになりそうです。さて先頭に戻りましょう。先頭はサイモンラムセス、短期の逃げに持ち込みたいところ、アエロリッド、その前に進出ホラスト、すぐ後ろパフォーマプロミス、後位につけます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ここにモズカッチャン、これに続くのがクランモンタナ、内を通ってレッドローゼス、外を通ってマウントゴールド、隣にはピオネロ、並んで4番プロディガルサン、外にはクリンチャー、すぐ隣にエルガード。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。内からガノンメジャー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はアエロリッド、モズカッチャン、ほとんど差がありません。ホラスト3番手、パフォーマプロミス、いい位置、果たしてどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はモズカッチャン、短い直線に入って後続は届くかどうか。モズカッチャン先頭です。マウントゴールド、外から先頭に躍り出たモズカッチャン、離されていく。先頭はマウントゴールド、1着でゴールイン、2着にはどうやらクリンチャー。マウントゴールド、その力を見せつけました。パフォーマープロミス敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ディスリルキャッシュ、好スタート、サッチストップ、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがディスリルキャッシュ、 AM プリキュア、競りかけていきました。やはり行くのはこの馬、 AM プリキュア、これを追う2番手にドッティドナルド、これに続くのがサカラート、その後ろからはネーションクオリア、その外にカノムサポート、この位置にサッチストップ、その隣にセイウンベル、内を通ってマイネルシーガル、アフターザナージャ、上がっていきました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭はまだ5号 AM プリキュア、リードは6馬身ぐらいあります。 AM プリキュア一人旅、先頭に AM プリキュア、しかし後続も伸びてきた。マイネルシーガル足を伸ばす、この差は果たしてどうだ。残り400を切った。一番前にはエームプリキュア、2番手以降も上がってきた。残り 200m を通過してドッティドナルド、一気にねじ伏せる、カバーを一気にちきります。差が開いていきます。先頭はドッティドナルド、1着でゴールイン、2着にはどうやらスーパーホーネット、ドッティドナルド見事一番人気に応えました。Thank you.